シグナチュールは FIA 世界耐久選手権に参戦しているフランスのレーシングチームである。チーム名を英語読みしたシグナチュールチームの名称でも呼ばれる。WEC を含む耐久レースではシグナテックのエントリー名で参戦している。また、レースカーのシャシー開発を担うコンストラクターとしてレースに関わる場合でもシグナテックの名称が使われる。 1990年にシグナチュールはフィリップ首脳によって設立された。シグナチュールは1999年に FIA ヨーロピアンフォーミュラ3カップをブノアトレルイ家のドライブで優勝している。2000年にはドライバーのジョナタン・コシェがフランス海産を制してその年のヨーロピアンカップとマスターズ F3 も優勝し2001年にコリアスーパープリも制した。 2002年にはルノー・デルロによってヨーロピアンカップを制した。2003年にスタートしたユーロカップフォーミュラルノブ V6 の最初のシーズンでトリスタン・ゴマンディと松浦康介の二人のドライバーでチームズタイトルを獲得した。フランス海産が統合されて新しくスタートしたユーロ海産にニコラ・ラピエールとファビオ・カルボーンの二人のドライバーで参戦し、 その年の F3 ワールドチャンピオンを争う、マカオグランプリで1の2フィニッシュを決めた。エドアルド・モルタラとジャンカル,ル・ルベルネの2人のドライバーは2009年に、再び、マカオグランプリで1の2フィニッシュを決めている。シグナチュールは同年、ルマンシリーズの LMP1 カテゴリーへの参戦を、スタートしている。2010年シーズンは、ユーロ界3で、エドアルド・モルタラとマルコ・ビットマンが発勝を挙げて、 ドライバーズランキングで1位と2位を占め、シグナチュールもチームタイトルを取り、シグナチュールにとって素晴らしい年となった。2010年と2011年に、ブラジルで開催された、ジュニアフォーミュラレースのシリーズに参戦する、フォーミュラフューチャーフィアットに、シグナテックは車ーを供給した。2011年のルマン24時間レースに出走した、シグナテック、日産のレースカー。2011年に、 日産の GT アカデミーとの共同チームで出走したルマン24時間レースの LMP2 クラスではクラス PP を獲得して決勝レースも総合順位9位クラス2位に入っている2012年にはスポーツカーレースに集中するためにユーロ界3から撤退したルマン24時間レースでは日産エンジンの売れカレース3で総合10位に入った2013年に ルノーのブランド、アルピーヌと組んで、ピエール・ラグとネルソン・パンシアティッシュの二人のドライバーで、ヨーロピアン・ルマンシリーズに参戦した。LMP2 クラスで、シグナテックは、ドライバーズとチームの、両タイトルを獲得している。2014年に、シグナテックは、フォーミュラ4・スーダ・メリカーナに車ーを供給している。ルマン24時間レースの LMP2 クラスに参戦し、総合順位7位。 クラス3位に入った。ヨーロピアンルマンシリーズではドライバーズとチームの両タイトルで2連覇を果たした。2015年は前年までのヨーロピアンルマンシリーズから主戦場を FIA 世界耐久選手権の LMP2 クラスにスイッチ。復活を予定しているアルピーヌのセミワークスとして参戦している。2016年はルマンを制覇した後 WEC も制覇した。 2017年は、ルマン、ニュルブルクリンクの2戦を2大体制で戦った。昨年に続きに連覇を狙ったルマンでは、35号車がクラス3位でフィニッシュし表彰台を獲得。36号車はトラブルやコースアウトがあったもののクラス8位でフィニッシュした。36号車については WEC にフル参戦、優勝1回、ポールポジション3回を獲得し、 ランキング3位でシーズンを終えた。シグナテックアルピーヌマットムートが走らせるアルピーヌ A470。2018年から19年も WEC にフル参戦。シーズンを通して一大体制で参戦した。ルマンではクラス2位でフィニッシュしたもののトップでチェッカーを受けた G、ドライブレーシングが燃料補給装置の違反で失格になったため変わってクラス優勝に昇格し、 二回目のルマン制覇となった。制覇後は優勝こそないものの、2019年スパ6時間レースまでのすべてのラウンドで表彰台を獲得し、コンスタントにポイントを重ねる。シーズン二度目であり、最終戦となったルマンでは、予選で三番手に入る好調さを見せた。決勝でも、その好調さを発揮し、昨年トップチェッカーを受けたものの失格となった G、ドライブレーシングと、 ライバルであり、直接のチャンピオンシップ争いをしている、ジャッキー・チェン・ディ・シー・レーシングとの三強対決となった。残り4時間で、G ドライブがトラブルのため緊急ピットインするとそのまま、クラストップに浮上、そのままトップでチェッカーを受けた。これにより、クラス3回目の優勝と2年連続のルマン制覇を果たし、同時に2年ぶりとなる、ドライバーズチャンピオン。 チームチャンピオンを獲得した。2021年から WEC の最高峰クラスとなるハイパーカークラスに従来の LMP1 車両が今年限りエントリーできることを活かし、2020年にレベリオン・レーシングが走らせていたマシン R13 を引き継ぐ形でハイパーカークラスに参戦する。社名は A480 となり、 ドライバーは残留のアンドレネグラウト、LMP1 発参戦のマシューバキシビエール。3年ぶりにチーム復帰となったニコララピエールの3名。ありがとうございます。